宇宙マイクロ波背景放射。宇宙マイクロ波背景放射。宇宙マイクロ波背景放射。コズミックマイクロウェーブバックグランド CMB とは、天球上の全方向から、ほぼ東方的に観測されるマイクロ波である。そのスペクトルは2.725系の国体放射に、極めてよく一致している。単に宇宙背景放射。コズミックバックグランドラジエーション CBR。 マイクロ波背景放射、マイクロウェーブバックグ,グランドラジエーション MBR 等とも言う、国体放射温度から 3K 背景放射、3K 放射とも言う、宇宙マイクロ波背景副射、宇宙背景副射などとも言う、副射は放射の同義語。CMB の放射はビッグバン理論について現在得られる最も良い証拠であると考えられており、1960年代中頃に、 CMB が発見されると、定常宇宙論などのビッグバン理論に対立する説への興味は失われていった。標準的な宇宙論によると、CMB は宇宙の温度が下がって電子と陽光が結合して水素原子を生成し、宇宙が放射に対して透明になった時代のスナップショットであると考えられる。これはビッグバンの約40万年後でこの時期を 宇宙の晴れ上がりあるいは採血号機などと呼ぶ。この頃の宇宙の温度は約 3000K であった。この時以来、輻射の温度は宇宙膨張によって約1100にまで下がったことになる。宇宙が膨張するに従って CMB の光子は赤方変異を受け、宇宙のスケール長に比例して波長が伸び、結果的に輻射は冷える。 この背景放射がビッグバンの証拠とされる理由について、詳しくはビッグバンを参照のこと。CMB が生まれた後、いくつかの重要な事件が起こった。CMB が放射された時期に中性水素原子が作られたが、銀河の観測から銀河間物質の大部分は電離していることが明らかになっている。すわち、 遠くの銀河のスペクトルに中性水素原子による吸収線がほとんど見られない。このことは宇宙の物質が再び水素イオンに電離したの時代があったことを示唆している。これについてよくなされる説明は初期宇宙で生まれた大量の大質量性からの光によって再電離が起こったとするものだが再電離自体は宇宙に恒星が大量に存在する時代より昔に始まったと うっ証拠もある。CMB が放射された後、最初の構成が観測されるまでの間、観測可能な天体が存在しないことから、宇宙論研究者はこの時代を、ユーモアまじりに暗黒時代、ダーク、エイジと呼ぶ。この時代については、多くの天文学者によって、精力的に研究されている。CMB の特徴の一つに、エネルギー分布が、 国体放射と非常によく一致しているという点がある。CMB の温度は場所ごとに異なっている。すなわちわずかに、非等方性があるが、ある方向でのスペクトルは、国体放射にほとんど一致すると言って良いほど似ている。CMB のもう一つの顕著な特徴は、非常に高い精度で、等方的であるという点である。ごくわずかな非等方性は見られるが、最も大きな非等方成分は、 双極成分180度スケールのズレであり、その大きさは単極成分全体の平均の10程度である。この特徴は地球が CMB に対して約秒速 370km で運動していることを示している。外的な物理過程による CMB の変化も存在する。次は f ゼルドビッチ効果はこのような物理過程の主な要素の一つである。 宇宙空間に高エネルギーの電子を含む雲が存在し、このような雲によって CMB の放射が散乱されると CMB の光子はいくらかエネルギーを得て散乱前よりも温度の高い放射として観測される。もっと興味深いのは約数十分角から数度のスケールで見られる約十程度の非等方性である。この非常に小さな変動は ザックス・ボルフェ効果の結果である。これは CMB の格子が重力赤かて変異を受けて生じるものである。インフレーション理論によれば、この変動の起源は量子揺らぎがインフレーションによって引き伸ばされたものであり、宇宙の初期揺らぎそのものである。この変動の角度に関するパワースペクトルは多重極モーメント成分の振幅として理論的に計算することができ、 パワースペクトルにいくつかのピークや谷が存在することがわかる。このピークや谷の位置はハップル定数などの宇宙論パラメータや宇宙の気化学に依存するため、これを実際の観測と比較することで宇宙モデルを決めることができる。CMB はジョージ・ガモフ、ラルフ・アルファー、ロバート・ハーマーによって1940年代に予言され、1964年に アメリカ合衆国のベル電話研究所、ケンベル研究所のアーノ・ペンジアスとロバーダ・ブリュー・ウィルソンによってアンテナの雑音を減らす研究中に偶然に発見された。ペンジアスとウィルソンはこの発見によって1978年にノーベル物理学賞を受賞した。この CMB の解釈をめぐっては1960年代に CMB は 遠方銀河の恒星からの光が散乱されたもので、あるとする定常宇宙論の支持者との間に激しい議論が巻き起こった。1941年にアンドリュー・マッケラーがこの散乱光モデルを採用し、恒星の幅の狭い吸収線の研究に基づいて、星間空間の回転の温度は 2K になるとする論文を発表しており、同時期にエディントンなども同様の説を提案していた。 ガモフラは当初背景副写の温度として 105K 程度を予想していた一方で産乱光モデルを支持する研究者たちは2から 3K になるというモデル提案し副写の温度の予測値だけを見ると産乱光モデルの方が現実の値に近いものであった。しかし1970年代に入ると研究者たちのコンセンサスは CMB がビッグバンの名残であるとする説に消えていった。 天文学者たちのコミュニティが CMB の声援としてビッグバンを支持するようになったのは星の光の散乱光というモデルから期待されるよりも CMB がずっと滑らかである非等補性が際という観測結果が積み重ねられたためである。電子レンジの原理からわかるように水はマイクロ波を吸収するため CMB を地上の観測機器で観測するのは 非常に難しい。そのため、CMB の研究では、大気圏、または宇宙空間で観測装置を用いる子が多くなっている。地上での CMB の観測は、地理のアンデス山脈や南極といった高度の高い場所や局地で行われている。蒸気のような観測実験の中でも、1989年から1996年にかけて行われた。 COBE 衛星ミッションはおそらく最も有名なものである。この衛星によって初めて双極成分以外の大スケールでの非等法性が検出された。COBE の結果に触発されて続く10年間に一連の地上もしくは気球を使った CMB 観測実験が行われ、より小さな角度スケールでの非等法性が測定された。これら実験の初期目標は COBE で十分に分解できなかったパワースペクトルの最初のピークのスケールを測定することだった。これらの測定によって宇宙における構造形成の理論として宇宙紐を考える説は棄却されインフレーション宇宙が正しい理論であることが示唆された。パワースペクトルの最初のピークは年々高い感度で測定され2000年には南極の大気圏上層部での気球による ブーモラング実験によって一度というスケールで揺らぎのパワーが最も高く、ナルコが報告された。この結果と他の宇宙論の観測データを総合すると、我々の宇宙は平坦であるという結果が示唆された。その後2003年までにカリフォルニア大学バークレー校のチームによるマックスマやベリースモールアレイ、コスミックバックグラウンドイメージャといった多くの地上の干渉系によって、 より高精度の揺らぎの観測が行われた。2001年6月、NASA は2期目の CMB 観測ミッションである WMAP を打ち上げた。これは前転にわたって大スケールの非等方性を、それまでよりもはるかに正確な測定を行うことが目的であった。2003年に公開されたこのミッションの成果は、パワースペクトルを1度以下のスケールまで詳細に測定したもので、 これによって、数多くの宇宙論パラメータに強い制限が与えられることとなった。この観測の結果は、多くの理論の中でもインフレーション宇宙論から期待される結果と広い範囲でよく合うものである。例えば、宇宙年齢は137プラスマイナス2億年、宇宙の物質、エネルギーの蘇生は、ダークエネルギー73%、ダークマター23%、 バリオン4%などと求められている。WMAP は CMB の大きな核スケール、ガツの大きさ程度の構造での揺らぎについ非常に精密な測定を行ったが、地上の干渉系で行われた小さなスケールでの揺らぎについては測定していない。3期目の宇宙ミッションである、プランク衛星は2009年5月に打ち上げられた。この人工衛星はボロメータを搭載し、 W マップよりも小さなスケールで CMB を測定する。前の2期とは異なり、プランクミッションは NASA と ESA の共同ミッションである。プランク衛星による初期観測結果は2013年3月21日に公開された。この結果、宇宙年齢は138億年、宇宙の物質、エネルギーの蘇生はダークエネルギー68.3%、 ダークマター26.8%、バリオン4.9%であると求められた。CMB 以外にも、研究上から東方的に検出される現象があるが、互いに関連は薄い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。